箱根の達人がお送りする孤高の旅人箱山孝太郎のこだわり旅です。今回の箱根の達人がお送りするのは2月17日に新規オープンした四季の館箱根芦ノ湖への潜入だ。オープンに先駆けて特別にスタッフさんに紹介していただいたので、その魅力をお伝えしよう。四季の館箱根芦ノ湖は原則中学生以上が宿泊可能とされている大人の宿だ。バス停双子茶屋から15分のところに位置し、事前に予約すれば小田原駅西口からホテルまでバスで送迎してくれる。それでは早速お邪魔しよう。四季の館箱根芦ノ湖はリゾートホテルでは珍しい全自動チェックインチェックアウト。館内には高品質のヒノキをふんだんに使っている。フロントがとてもいい香りに包まれていて心地いい。四季の館箱根芦ノ湖は高台に位置しており、芦ノ湖が見渡せる珍しい立地のホテルだ。夏の花火大会実施の時期にはホテルから花火を見ることもできる。芦ノ湖の水面と空気との温度差や前日との温度差など様々な条件が重なった時は雲海が発生するぞ。泊まっている宿から雲海が見えるなんて素晴らしいロケーションだ。お、バーもあるじゃないか。夜、芦ノ湖を眺めながら飲む一杯は格別だろうな。それでは部屋へ向かおう。館内には国際芸術文化功労賞なども受賞している合馬商館という日本画家の作品が全部で115点も展示されており、まるで美術館だ。また至る所に箱根名産寄木モチーフの装飾がされているのも美しい。それでは和みタイプの部屋を拝見。落ち着いた雰囲気の大人の宿だ。木のぬくもりに心が落ち着く。お部屋にはコーヒーやお茶、Bluetooth スピーカーなど備品もあるため快適に過ごせる。ベッドも広々していてぐっすりと眠れそうだ。いい部屋だ。こちらの和みがこのホテルのスタンダードルームになる。デッキには露天風呂がある。芦ノ湖を眼下に見下ろす絶好の立地。この景色を独り占めしながら名湯を堪能できるとは、至福のひとときを味わえる。スイートルーム赤富士へ向かう。エレベーターも箱根らしさがあふれる。この廊下を歩くだけでテンションが上がる。寄木のデザインを大胆に取り入れているな。赤富士、お邪魔します。おお、高級感あふれる作りだ。ここはソファーでくつろぐ部屋だな。部屋の名前にもなっている赤富士の絵が飾られている。全客室に館内に飾られている日本画家合馬商館の書画集があるので、ぜひ手に取ってみてほしい。館内に飾ってある作品のことを部屋に戻ってから調べるのも楽しみの一つ。こちらの部屋はベッドルームだ。ベッドの上には寝巻きがある。この他に館内着とバスローブもあり、館内着ならレストランにも着ていける。クローゼットには羽織が入っている。今も見てみよう。布団もある。ベッドと敷布団の両方が用意されているから、好みに合わせて選べるのは嬉しい気遣いだ。これは床子だ。大浴場へ行くときはこの床子を持って行こう。足元は琉球畳風。とても心地いい足触りだ。この部屋は、失礼、お手洗いだった。自動で便座が開くタイプだ。こちらが浴室だ。アメニティがとても充実している。なんとヘアアイロンまである。女性には嬉しい充実度。こちらはスイートルームにしかない職人手彫りの床。床の凹凸が足の裏にフィットし、優しい木のぬくもりを感じる。ここが洗い場と宇宙。しがらき焼きだ。細部までこだわりを感じる。露天風呂にも行ってみよう。ヒノキのいい香りであふれており、
心身ともにリラックスできる。少し手を入れてみようか。ああ、気持ちいい。デッキではゆっくり休むこともできる。こんな最高の景色を独り占めできるなんて、何も考えずにずっと入っていたい。特別に夕食のメニューを味わわせていただくことになった。ラッキー。座席数は50席で、お食事は2部制。カウンター席や個室もある。では、今回はこちらの景色のいい席でいただくとしよう。前菜。どれも美味しそうだ。器は有田焼。和のエッセンスや調理法、食材を取り入れており、目でも楽しめる。この宿の食事は、お箸で食べられるフレンチだ。ちなみに、この木製のお箸は、お土産として持ち帰れるぞ。嬉しいお土産だ。これは贅沢な時間になるぞ。箱根の豊かな自然が食事の気分を盛り上げる。ソースをかけていただいて完成。こちらはですね、相州牛のローストになります。炭火焼きになっておりまして、付け合わせにはジャガイモとチーズのニョッキを添えてありますね。野菜の方は地元の野菜を添えてありますので、崩しながら召し上がってみてください。デザートは柑橘とフランボワーズのソルベ。トータルのバランスを考えて軽く仕上げてある。お食事の最後にコーヒーと一緒にいただく焼き菓子は、ワゴンから好きなものを好きなだけ選べる。マカロンやクッキーなどの焼き菓子、さらにフルーツも。色鮮やかで写真映えすること間違いない。食事をいただいたので大浴場へ行こう。箱根の楽しみといえば温泉。客室のお風呂も立派だが、大浴場はどうだろうか。ここにもヒノキ、いい香りだ。アメニティは大浴場の脱衣所にも備え付けられている。では早速入っていこう。立派な作りだ。泉質はツルツルとした肌触りの柔らかい温泉。タイミングが合えば、なんとここからも雲海を眺めることができる。この景色は箱根トップクラス。あー、気持ちいい。広々とした大浴場と客室のお風呂、それぞれ違う楽しみ方ができるな。露天風呂も堪能。各所でこの景色を堪能できることが嬉しい。サウナを発見。どれ、入ってみよう。ヒノキの香りに包まれる。温度もいい感じ。出てすぐに水風呂を発見。適度な冷たさで、これはサウナ好きにはたまらない。心身ともに整う。外にはウォーターサーバーもある。サウナーには嬉しいな。いい湯だった。椅子に座って休むか。お、アイスだ。こういう細やかなサービスが本当に嬉しい。アイスを食べたらバーでも散策するか。四季の館箱根芦ノ湖は大人の宿だ。美術館のような館内に細部までこだわり抜いた装飾。お土産コーナーも充実しているので、チェックアウトの前にぜひ立ち寄ってみるといい。今回は紹介できなかったが、朝食もかなり豪華で美味しそう。自分へのご褒美に何度でも来たい宿だ。雲海が見える素晴らしい立地の宿、ぜひ足を運んでみてくれ。箱根ナビではこのようにどんどん箱根の最新情報をお届けします。それでは次回の箱根旅もお楽しみに。